防府市にある三田尻お茶屋英雲荘にやってきました。ここは毛利のお茶屋で、防府の発展に尽力を尽くした毛利重成が隠居後に住んだ場所ですね。歴史の道、萩王館。だからここは藩の高官ですね。あ、ここからも入れるんだ。萩王館関連遺跡。すみません、重成じゃなくて重隆でしたね。重隆です。防府市に寄贈されて英雲荘、重隆の訪問につないで英雲荘と命名されたと。はい、それじゃあ行ってみましょう。ね、ここは310円ですね。手付を入って左、あ、右側。はい、それじゃあ回ってみましょう。ジジ御殿か。1780年代推定復元ジオラマ、現在の英雲荘。なんかめちゃくちゃ大きいね、こうやって見たら。歴史ですね。試着できるんだね。あなたも平安貴族になっていませんか。コスプレですね。甲府商工高校情報処理科が制作しました。
大きいね。こっちも。こっちの中庭ですね。もうだか。あ、物置になってる。スイートには手を触れないでください。おお、庭ですね。あ、向こうもあるんだね、建物が。あっちはなんだろう。あ、でここスリッパがあるから降りれますね。ちょっと後で行ってみましょう。スイキングと。毛利重孝。こう、え、どこから来たのかな。こう来たのか。ここはね、大観楼と。最も古い場所。こっちは中庭ですね。さっきは向こうから覗いた。ちょうど曲がってきた感じですね。いや、ここはちょっと広いね。広いな。どうやって回ろうかな。こっちね、関係者以外立ち入り禁止ですね。中庭をちょうどぐるっと回って、まだ行ってない場所行きましょうかね。その後に、ここは台所跡が。え、ちょっと待って、今ここだよな。今ね、こう行って、ここちょっと見て、で、こう戻って、ここに来た感じですね。だからこうまた戻って、この奥に行って、まあ、ここに行く感じですね。で、また影通路っていうのもあるから。いや、広いね。あ、こうですね。一番古い場所。台所、今の場所。で、これ受付ですね。
ここから受付の方に行けるんだ。奥の方に行ってみましょうね。まだ行ってないん で、こちらの中にあの降りたところですね。ここはトイレかな。違う、2階もあるんだ。2階は後で行ってみましょう。まずはこのフロア。ここは来たね。さっき向こうまで行ったから。で、ここにも中庭がありますね。で、左手は2階になってる。まだ来てない。お座敷と。一番奥ですね、ここは。洗い場になってる。で、ここから先は一番建物が古い場所ですね。ここはさっき言ったんで、ここからこの奥ですね。すごい置いてある。足元注意。トイレですね。ここは蔵ですね。この上は関係者以外立ち入り禁止。今置いてある。古いね。これめちゃくちゃ古いな、これ。襖の裏側によくあるじゃないですか。こう昭和の家とかだったら、ここに新聞が入ってるけどね。これはもう昔の文字だよね。文字の紙が入ってるから相当古いよね。じゃあ2階に行ってみましょう。
開放的ですね、2階は。大観楼と。この2階からかつて南側に海が見えたと言われています。大観楼。綺麗ですね、この見ながらね。あ、ここ絵はいいですね。すごい絵面がいいわ。染めに使えそう。じゃあこっち変わりましょうか。スリッパでちょっと外歩いてみましょうかね。庭をちょっと歩いてみましょう。振り返るとこんな感じですね。ここは花月楼です。それちょっと入ってみましょう。あ、クーラー効いてる。なんと現代的な。畳がね、すごい新しいんだよね。新しい畳の匂いがする。段差に注意。
全部が新しいとは思わないけど、ところどころ新しいのが混ざってますよね。新しいのと古いのが。ほら、このエアコンなんかも新しいよね。エアコンもなんか若干新しく感じる。え、こっち何？暗っ。物置みたいな。ここも暗いね。ここも物置でしょうね。ここは何だろう。ここはトイレですね。ここは井戸。あ、ここも広いな。石がなんか積んである。石がいっぱい積んであるし、ここは瓦がいっぱい積んである。え、ここは何？ここは蔵でしょ？ここなんか朽ちてるな。廃墟になってるのか、ここは。もともとなんか資料館とかあったのかもしれないですね。今なんか倉庫になってますね。ここも全部瓦置いてある。
くるっと回れるんだね。ここはちょうど台所に当たる部分ですね。最初に回った最初ら辺に来た場所で戻って奥まで行きましたね。まあ、ここは一般的じゃないみたいですね。じゃあ戻りましょう。通って戻ろうか。なんだ、五右衛門風呂みたいだな。出てきました。最後はここから出て終わりましょう。最初は向こうから来ましたね。あ、ここ案内板あったんだな。向こうからだから分からなかった。はい、じゃあ案内板とともに終わりましょう。はい、ということで三田尻お茶屋英雲荘でした。